はい、どうも、ラギです。今日は久しぶりに秋元くんがスプラトゥーンに復帰するということで、また秋元を待っている人たちに入ってきてもらいました。秋元待ってたぞ、秋元また遊ぼ、秋元お帰り、秋元仲良くしよ、秋元嬉しい、秋元って誰の7人に入ってきてもらいました。なんか秋元誰って煽ってるよね。なんか秋元知らないなら入ってくるなよみたいなとこあるんですけど、今から秋元くんに電話して、この部屋に入ってきてもらいたいと思います。音でか。はい。あ、もしもし。もしもし。テンション低いね。もしもし。もしもし。聞こえる？今参加してる。お、今日。おお。あ、でも多分ね、おそらく1回目は落ちると思う。回線？消えたし。あ、おい、回線。ねえ、なんでせっかく入ってきて見た？今画面見た？え？あ、見たよ。見ちゃったの？おい。何？回線大丈夫か？入ってきて。ちょっと待って。入ってきて。スカイプの方をとりあえず切るわ。なんで？なんで？待って切っちゃう。え、待って。ダメだよ。いいよって言ってないよ。切っちゃった勝手に。秋元スプラ復帰おめでとう。おめでとう。はい、ありがとうございます。帰りなさい。はい、ありがとうございます。ちゃんとよ、ほらメッセージ読んで。待ってたぞ。遊ぼう、お帰り、仲良くしよう、嬉しい、誰？来んなよ。祝いの場なんですけど、みんな喜んでるんですけど、はい、祝いの場で、一人だけ、秋元のことは知らないっぽいんだ。はい、名前見るとわかるでしょ？うん。仲良くしてね。はい、お帰りなさい、秋元くん。コンブートラック縄張りバトル。はーい。はーいって、おかえ、ただいまでしょ？ただいま。はーい。スプラしてない間何してたんだい？え、パワブロ君。ずっとやったの？まだやってんの？いや、でも最近やってないんだよね。え、じゃあ何やってんの最近は？最近は、ちょっと、何もしない。じゃあ、スプラそれで戻ってきたんだ。何もしてないから。そんなことないんだ。ということだね。はい、ちなみに、秋元はどこにいるんだい？はい、え、まだ塗ってるよ、リスポーン。あそこにいんの？もしかして。そうです。みんな真ん中来てるから見て。ほら。見て。え、これ戦いはしなくていいの？すごい、もうおめでとうっていうかお帰りだよ。復帰だよ、復帰。うわ！殺した！いや、何？誰倒したの？誰？秋元って誰だけ倒したべ？お前仲良くしてないべ？他人だからって。あ、言うと他人だから倒したんだべ、今。え、誰？キリ怒って、ほら。怒ってんじゃん。うわぁ！じゃあ、行きましょう。戦いましょう。はいよー。このステージ、一番最後にやったステージ、覚えてる？全然覚えてない。え、でも最後君が最後にやったステージ。そうなの？いなくなっちゃう秋元で俺が号泣して悲しくなっちゃったやつ。そうそう、そういうことよ。そう、設定じゃないよ、ちゃんと泣いてるから。やばい、ボンブがやばい、これ秋元か？しかもやばい、死ぬ。え、めっちゃいる。あ、秋元死んでるらしい。秋元死んだぞ。あ、ナイスナイス。ほい、秋元はどこかな？秋元はどこかな？これから？死んだ。俺が倒した。やばい、ここいる。あ、ナイス。いや、ボコされた。ここに秋元くんがいました。いた形跡がありました、今。はい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 。
え、強くね、そっち。あ、終わる。あ、回線悪くなった。回線のせいにした？終わっちゃったよ、秋元。いや、落ちた、チコン。え、いないのこの場に。終わったよ、試合。見事。ちょうどよかった。終わったよ。秋元、場にいないの？うん。あれ秋元、通話。通話も消えた。秋元回線。秋元、スプラは治ったのに、回線は治らないのか？本当だ。おい。ご、ロボット、ロボット。俺が喋ってんのロボットになっちゃった。聞こえてませんか？この声が。落ちたわ。探してる、ネットワーク。え？聞こえてるよ。ネットワーク探してる？待って、絶対俺の会話ラグある。言ってから多分何秒か空いて秋元に繋がってる、これ。絶対。これラグある、絶対。反応が遅い。絶対落とす。うん、そうかもね。ラグあるっぽい。なんでこの時間さ。面白いから、これでもいいけど。ラグあるっぽい。ラグあるでしょ？うん、なんかね、話が繋がってない。いや、今繋がったけど、今めっちゃ繋がったけど。いや、めっちゃ早かったよ。なんか、回線悪いわ。なんで秋元そんな回線悪いの？いや、わかんない。いや、別になんかやるのはいいんだけどさ。文句言ってる。文句言ってた。聞こえてる、聞こえてる。聞こえてない？いや、聞こえてるよ。なんで聞こえないのかな、俺の声が。え、聞こえてる？うん、聞こえてる。他に聞こえてない？ああ、そう、じゃあいいや。え？ちょっと待って、話がわかんない。話がわかってないんだけど。何？え、じゃあいいやってことはよくわかんない。よくわかんない。え、どういうこと？こっちがどういうことだよ。秋元。何？ドラえもんごっこしようぜ。帰ってきたドラえもんって知ってる？覚えてねえな。のび太くんが、嘘エイトを飛んで、うん。もうドラえもんは帰ってこないんだって言ったら、ドラえもん帰ってくるお話。はいはい。俺がのび太やるから、秋元はドラえもんやってくれ。うん、どうやってそれをやんの？わかんない。寸劇？寸劇かなんか。寸劇、寸劇。もう普通に戦いは多分できないと思うので、俺がのび太やるから。すいません。君ドラえもんだから、帰ってきたよ。帰ってきてね。秋元？何？秋元、タイムマシンってどこにあると思うよ、このステージの。え？タイムマシン。秋元が帰ってくる場所。今、仲間がいれば、いつでも帰ってこれる。あ、そういうこと？うん。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、俺、のび太なので、いきなりやらせていただきますね。これがジャイアントっすよね。え？ドラえもんが？ドラ焼きの近くにいたって？行かなきゃ。ドラ焼き屋、ドラ焼き屋。貯金全部下ろして行かなきゃ。ガチャ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 。ママ！ママ、ドラえもんどこだい？ドラえもんどこだい？え、待って、ジャイアンいつ出てくんの？ジャイアンもう出てきた。え、もう出てきた。ジャイアンはさっき出てきた。ジャイアン出てきた。いじめられてたんよ、さっき。じゃあもう。そういうことよ。違う違う、なんでドラえもんまだ来ないで、ドラえもんまだ来ないで、ドラえもん違う、ドラえもん違う、ドラえもん違うの、まだなの。何言ってんの、ドラちゃんはまだ、何言ってんの、ドラちゃんは未来へ帰ったのよ。ドラえもんが帰ったなんて僕にとっては一番残酷な嘘だ、許せない。嘘エイトオオオ。君はドラエルに噛まれない。噛まれてる。倒せない。今日はいい天気だな。今日はいい天気だ。ああ！こんで俺が死ぬね。お前がドラえもんが倒しちゃダメだろ、のび太を。待って。もうドラえもんは帰ってこないんだ。ドラえもんは未来に帰っちゃったんだ。おや、のび太くん。は
言った。おい、のび太を倒したってだから。ドラえもんがのび太殺しちゃダメだろ。